はい、傘トレーナーの高橋です。夢を実現するために一番大切なことは毎日練習することだと思います。5分間でいいので毎日練習してください。体調が悪くても毎日練習してください。それが夢を叶えるための第一歩になると思いますので、一緒に頑張っていきましょう。